もまあ私は正直あまり興味ないんですよ。でなんでかっていうと、その要は中間団体っていうのは統一教会みたいな、まあ、非常にグレーな行為を行ってきた中間団体から利益集団からありとあらゆる人が団体が政党に影響を及ぼそうとする、まあ、ある種の政治参加の形なんですね。で日本では有権者の政治関心が低すぎて中間団体がすごく政治的なその意思とか参加の意欲が強いと。だからいろんな団体の、まあ、人たちと話をしてもものすごいギャップがあるんです。だから統一教会がこれだけその政治に食い込もうとしてるのを視聴者が見てこんなことがあるのかみたいな、まあ、ある種政治の参加意欲が低くて関心がなかったがゆえに驚いてるっていうのがまあ現状だろうと思うんで、ね、具体的に、はい、うん、朝日新聞をはじめ日本の大新聞の政治のベテラン記者たちに僕は取材するとね、うん、安倍さんが暗殺させるまでほとんど関心なかったって統一教会。いやだって散々やったわけでしょ、合同集団で合同結婚式やったりとか、まあ、その宗教儀式でお尻を叩くの叩かないのみたいなのも皆さんよく知ってるわけで、私からするとですよ、上の年代は何をある日いきなり知ったような顔をしたり。